奥吉野方言は、奈良県南部の十津川村、上北山村、下北山村、天川村、五条市旧大東村地区で話される日本語の方言。得意な方言を用いる、言語島として有名である。言語島として知られる、天川村道川。奈良県の面積は狭いが、北中部と南部とで方言に大きな違いがあり、天辻峠、小南峠、 オバボン峠を境に北部方言と南部方言に大きく二分される。奥吉野は紀伊山地によって周囲との交通が隔絶されてきた地域であり、近畿地方にあって東京式アクセントを用いるなど特殊な方言が育まれた。ただし現在ではマスコミの影響に加えてダム建設による住民移転や交通事情の改善、化などから方言は 急速に変化している。南部方言の中では、十津川村、途上下北山村と、大東村、天川村で違いがある。なお、野瀬川村は、北部方言に分類されるが、補助同士待遇を持たないなど、南部的な要素もあり、南部方言に含める説もある。以下は、西宮和民による区画である。奥吉野方言のアクセントは、内輪東京式アクセントである。ただ、 地域による違いがあり、例えば同じ無角型でも、風が、風が、風がと異なり、上北山村、下北山村では、風がのような初パク卓立町が現れる。京阪式アクセント地帯と接触する地域のうち、天川村から旧大東村坂本にかけては、東京式、京阪式の中間的なアクセントで、天川村坪内、和田、塩の旧大東村。 坂本の間では集落ごとにアクセントに揺れがある。それより山奥の天川村道川は東京式アクセントだが同じく東京式の戸塚川村や上北山村からは離れており地理的に孤立している。下北山村池原は地理的に孤立して三重県紀北町と同種のアクセントである。近畿方言では一般に AA 以外のレンボイン変化は稀であるが、奥吉野では、アイアーと、ウィーのレンボイン変化が起こる。また、奥吉野では、近畿方言の特徴である、メ々のような一泊後の超音化が起こらず、いこうかいこかや、重うた思たのような単音化も起こらない。全県にわたって、座布団だ、布団、雑巾雑巾のような座行音だ行音の交代が、極めて多い。また、けど、 ケロのようなザダ行音とラ行音の混同が稀にある。コーンの残存としては、四つかなの区別があるほか、全県に豪用音、クワクワ、奥吉野の一部に、五中、五尾のダ行美濁音があるが、クワクワは、急速に消滅しつつある。その他特殊なものとしては、天川村道川における、貸して返せ、消しとけけいそけ、明日あいさ、ひとひそ、 そのような多行音と作業音の交代がある。言うて、交多のような泡行音便が起こるほか、奥吉野の各地に特殊な音便が存在する。十津川村、下北山村には、カーテ、ナーテ、のような音便がある。天川村道川には、富んだツんだのような画行発音便があり、天川村坪内には、その前段階と見られる、トインダがある。十津川村、旧王道村、 下北山村には、のうで、のうんで、のうで,で、のような場、ま行音便がある。また作業音便は、天川村道川では徹底して音便化する。奥吉野では、ミランミ礼、ミロのような一段同士の五段活用化が進んでいる。一方で戸川村では、菊くる、笑わるる、見さする、とばるるのような二段活用の残存がある。全県で、あこうなる。 用内のようなウォンビンがある。天川村道川では、良いの交換がすべて絵となり、絵方、絵けりゃ、絵かろうなどと活用する。ありがとうございます。